それでは、2月の定例記者会見を始めます。町中に漂う梅の香りが名実ともに春の訪れを感じさせてくれています。梅の開花に惹かれるように徐々にではありますが桜のつぼみも膨らんでまいりました。先日ですね、16日にはですね、龍ヶ崎トマトの目揃え会が開かれたのを皮切りに龍ヶ崎トマトを市の内外に広める仕掛けも予定をされております。また市内の水田ではですね、水を張る準備が進むなど龍ヶ崎市の春を彩るそれぞれの装いが整いつつあります。さて、今般の能登半島地震では復興に向けました動きもですね、少しずつ具体化をしてきたようですが、未だ深い傷跡が被災地を苦しめております。龍ヶ崎市においても茨城県などと足並みを揃えつつ被災地支援を続けております。現在は石川県能登町に職員2名を派遣中です。一刻も早く被災地に日常が戻りますよう、今後も復興に向けた支援を継続してまいります。それでは本日の情報提供に入ります。はじめに市政施工70周年記念式典に関する情報提供でございます。すでにご案内の通り、今年ですね、令和6年は市政施工70周年、さらに辰年という運命的な巡り合わせの年でもあります。来たる令和6年3月24日日曜日には大正ホール龍ヶ崎市において70周年記念式典を開催をいたします。当日は市内中学生の吹奏楽演奏に始まりまして、フリーキャスターで天気予報士の岡山優子さんを総合司会に、流通経済大学トライアスロン部監督の田山博勝さん、プロフリークライマーの野口昭夫さん、気象予報士の菊池舞さんの龍ヶ崎ふるさと大使3名を招きしてパネルディスカッション、流通経済大学ダンス部の華麗なパフォーマンスなどが予定をされております。趣向を凝らしたイベントで70周年、そして辰年という記念すべきアニバーサリーイヤーを市民の皆さんとともにお祝いをしたい、そして明日につなげつなぎたいと明日につなぎたいと期待を寄せております。次に期間限定イベント龍ヶ崎を食べようの開催に関する情報提供でございます。現在龍ヶ崎トマトと特別栽培米コシヒカリの2品目を認定をしているふるさと龍ヶ崎ブランド農産物でございますが、こちらのさらなる知名度向上を図るため、期間限定イベント龍ヶ崎を食べようを令和6年3月1日金曜日から10日間、日曜日までのまでですね、10日間の開催をさせていただきます。このイベントは龍ヶ崎トマトの出荷時期に合わせて開催するもので、水戸市内と東京都内合わせまして7つの飲食店にご協力をいただき、各店舗のランチタイムにふるさと龍ヶ崎ブランド農産物である龍ヶ崎トマトと特別栽培米コシヒカリを使用した限定メニューを提供していただきます。龍ヶ崎のブランド農産物を生かしたさまざまなメニューをイタリアンやカフェ、洋食店など店舗ごとに異なった形で楽しめる10日間となっております。限定メニューを通じて多くの方に龍ヶ崎市を代表する農産物の美味しさのみならず、生産者の思いにも触れていただける絶好の機会となりますので、イベントの周知について報道機関の皆様方のご協力をお願いをいたします。また本イベントと合わせて動画投稿サイト YouTube の動画広告を使用をした、プレゼント企画も同時開催する予定でございます。こちらはアンケートにお答えいただいた方から抽選で龍ヶ崎トマトや特別栽培米コシヒカリが当たる企画となっております。合わせてよろしくお願いいたします。私からの情報提供はひとまず以上でございますが、詳細は担当からご説明をいたします。